さあ両チームの選手たちがピッチ上に姿を現してまいりました。アビスパ福岡、アビスセル神戸、とにかく福岡は7試合ぶりになんとか、まあ、だけどキーパーは一つのミスがやっぱこう失点につながるっていうやっぱ重要なポジションだってことはね、確かですよね、はい、おっとこれ大迫に渡った。さあ大迫だ、大迫駆け引きしながら武藤、ビッグチャンスになるか、戻して大迫、やはり2人のコンビネーションで先制はヴィッセル神戸。いやこの2人本当に抱擁が似合います。リターンをも狙ってて、まあ、こういうシーンって、ね、よくフットサルであるんですけども、キーパーを動かしておいてゴール前を開けるというところ、やっぱそのうまさというところは2人でやっぱ完結するというところがあったと思いますけども、まあ、福岡はこの時間帯までこういいシーンが多かっただけに、まあ、1つのミスでボールの種類って前からのボール、ウェリントン、そして入口、シュート、前川、入口のシュートは前川、ただまだ今度は今の速い低いボール、佐藤、ただこれが神戸に渡る佐々木、さあ、佐々木、横パス、武藤だ、チャンスなるか、武藤、鮮やかすぎます、少ないチャンス。まさにものにする力、最後は武藤で2点目。自たちのところ入ってくると思いますし、これコントロールからシュートまでのところも素晴らしいんですけども、やっぱこう前向きになった時により人数をかけながらこうペナルティーボックス内に侵入するっていうところは目指している中で、さすがだなっていうところはやっぱこう決定力とこれがやっぱ縦関係、それで2シャドウまで入ってこれるところが強さですね。神戸逆にいい形でさ、長石もちょっと出ている、佐々木狙った、3点目はならず。神戸はきっちりここはしのぎたい。山岸、おっと頑張った入口だ、入口強烈狙っていった入口、ただ前川、その長石、あっとこれはつながります。大迫周りを見ながら、ここでイーノクロス、面白いところ、3点目武藤、神戸3点目、武藤は2点目、もうこれはダメ押し、こうしっかりインサイドで決めきる、まあ、イーノのクロスも非常に良かったんですけども、やっぱこうボール持った時にやっぱペナルティーボックスに入るってことが、パワーを持って入るということがうまくできている、この武藤の入り方、多分このタッチ取れたところはもうゴールだと思いますし、ゴール生まれるってところがもう分かってるんでだと思いますよね。なるほど、これもチャンスになってくるか、斉藤、そしてまたイーノに渡る、イーノ理解し、武藤、おお武藤、これハットトリックかと思わせるような最後シュートでしたが、リンコン戻る、入口からのパスが入った、そして今野だ、さあ今野中に来ながら、さあこれ今野前川、今野枠に来ていたが前川、で試合終了です。神戸が今シーズンの強さを象徴するような